こんにちは、本開チャンネルのサムです。今回は小林弘之さんが書かれた腸の名医が30年かけてたどり着いたお腹が弱い人のための30秒腸活という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. なぜ年齢とともにお腹の悩みが増えるのか。 2. 究極の30秒腸活のやり方。 3. 医師が勧める朝腸活ルーティーンについて解説していきます。近年お腹のトラブルに悩む人の数が増えています。食生活の変化に加え、お腹のトラブルを抱えやすい年齢層の人口が増えていること、ストレスを抱えて自律神経のバランスを崩す人が増えたこと、テレワークの人が増えて体を動かす機会が少なくなったこと、原因はいろいろと考えられるでしょう。古代ギリシャの哲学者であり医師でもあるヒポクラテスは、全ての病気は腸から始まると言いました。この言葉の通り、腸の不調は万病のもとです。本書はお腹のトラブルをはじめ心身の不調に悩む人を減らしたいという著者の思いによって書かれました。30秒腸活によって健康な腸を手に入れることができるのでおすすめの本です。というわけで、1、なぜ年齢とともにお腹の悩みが増えるのか。この章では3つのポイント。人間の心身の健康は腸から生まれる。腸の不調が起こる原因、年齢を重ねるほど腸活が必要になる理由について解説します。まず1つ目のポイント、人間の心身の健康は腸から生まれる。人間の健康は腸から生まれると言ってもいいほど、腸は人間の免疫に深く関係しています。というのも、腸には人間の免疫力の約 70% が集約されているんです。さらに、やる気や幸福感も健康な腸から生まれます。小腸ではやる気を生み出す神経伝達物質のドーパミンを合成するビタミンが作られていて、精神を安定する働きがあります。また幸せホルモンと呼ばれる神経伝達物質のセロトニンも約 90% は小腸で作られています。セロトニンが不足するとストレスを感じやすくなったり、鬱っぽくなったり、睡眠の質も低下してしまうんです。著者が見てきた患者さんの中には、腸を整えることで体質だけでなく性格まで変わったという人がたくさんいるそうです。腸が元気だと病気になりにくく、ストレスを感じにくく、幸福感を覚えやすくなり、やる気が生まれやすい体になることができます。では続いて2つ目のポイント、腸の不調が起こる原因。お腹の不調が起こる原因としてまず挙げられるのが腸内環境の悪化です。腸内にはたくさんの腸内細菌がいます。過度のストレスを感じたり、食物繊維や発酵食品の摂取量が少なく、タンパク質や脂質の摂取量が多すぎる食生活を続けていると、腸内細菌のバランスが悪化して有害菌が優勢になってしまうんです。有害菌が優勢になると、有害な物質によって大腸の蠕動運動が鈍くなり、便秘になりやすくなります。逆に有害菌の出す有害物質を早く排出しようとして、蠕動運動が活発になりすぎることで下痢が起こりやすくなることもあります。下痢が長く続くと、有害物質だけでなく有用菌まで排出されてしまうため、腸内環境はますます悪化してしまいます。次にお腹の不調が起こる原因として挙げられるのが自律神経の乱れです。生活習慣の乱れや過度のストレスによって自律神経が乱れます。交感神経優位な状態が続くと、蠕動運動が過剰に抑制され便秘が起こりやすくなり、逆に副交感神経優位な状態が続くと、蠕動運動が過剰に活性化して下痢が起こりやすくなります。他には食中毒やウイルス感染、暴飲暴食やストレスによる消化不良が下痢の原因となることがあります。では続いて3つ目のポイント、年齢を重ねるほどに腸活が必要になる理由。年齢を重ねると便秘に悩む人が増えます。一体なぜでしょうか。主な理由は食事量や水分摂取量の低下、腸内環境の悪化、自律神経の乱れ、感覚器官の機能低下、筋力の低下です。まず年齢を重ねると、咀嚼力や消化吸収能力、運動量の低下によって食が細くなります。するとどうしても栄養が偏りがちになってしまいます。そのため老廃物や食べかすをくっつけて腸内をきれいに掃除してくれる食物繊維も取りづらくなります。また便が排出されやすい適度な柔らかさになるためには水分が必要です。しかし年齢を重ねると水分量が不足しがちになります。加齢に伴って水分を体内に保持する力も下がりますし、夜中にトイレに行きたくなるのを避け水分の摂取を控えたりしてしまいます。するとどうしても便が硬くなって排出されなくなってしまうんです。さらに年齢を重ねると腸の弾力性が失われ、蠕動運動の機能が下がります。その状態では消化物が運ばれる速度が遅くなってしまい、便が硬くなります。もちろん腸内環境の状態や自律神経のバランス、筋力は食事の内容や生活習慣によっても左右されるため個人差があります。健康な腸を維持している高齢者もいれば、生活習慣の悪さから腸の不調に悩まされている若い人もいます。ただ基本的には年齢を重ねるほど腸の機能はどうしても低下しやすいです。そのため腸や心身の健康が損なわれやすくなってしまいます。ですので年齢を重ねた人ほど腸活を実践して適切な排泄が行われるようにしましょう。では続いて2、究極の30秒腸活のやり方。この章では3つのポイント、
腸もみ呼吸法、全身伸ばし、毎朝30秒腸活を続けてほしい理由について解説します。まず一つ目のポイント、腸もみ呼吸法。腸もみ呼吸法は深くゆっくりした呼吸をし、自律神経を整えながら腸をマッサージします。やり方はまずは基本の姿勢をとります。足を肩幅に開いてリラックスした状態でまっすぐ立ち、両手は肋骨の下を挟むようにお腹の横に当てましょう。次にゆっくり背中を反らしながら息を吸います。腸を揉みながら3秒鼻から吸いましょう。最後にゆっくり上体を前に倒しながら息を吐きます。腸を揉みながら6秒口から吐きます。これは30秒間繰り返すだけです。この腸もみ呼吸法には主に4つの効果があります。自律神経を整えて腸の動きを良くする、自然な前導運動で朝の排便を促す、全身に良質な血液が行き届く、腸内環境を改善し免疫力もアップするという4つの効果です。では続いて2つ目のポイント、全身伸ばし。続いて全身伸ばしのやり方です。全身伸ばしは体を伸ばしながら左右と前に倒すだけです。簡単ではありますが、背筋や腰が伸びて血行が良くなり、自律神経のバランスが整います。ではやり方についてです。足を肩幅に開き、リラックスしてまっすぐに立ちます。手首を交差して肘を伸ばします。できる人は左右の手のひらをぴったりとくっつけましょう。難しい人は手を交差させるだけで OK です。前かがみにならないように背筋をまっすぐ、腕は耳の真横あたりで上に伸ばします。これが基本姿勢です。次に息を吐きながら上体を左に倒して、息を吸いながら戻ります。上体は真横に倒すことを意識して斜めに倒れないようにしましょう。しっかりと伸びたと思ったら上体を元の位置に戻します。次は上体を右に倒します。先ほどと同じように口から息をゆっくり吐きながら倒し、しっかり伸びたと思ったら息を吸いながら戻ります。最後に息を吐きながら上体を前に倒して、息を吸いながら戻ります。この時も前かがみになるのではなく、背筋はまっすぐに伸ばして、お尻の位置が動かないように意識してみてください。これを30秒間繰り返します。この全身伸ばしの効果は3つです。腸の動きを活性化させて便秘や下痢の原因を取り除く、筋肉をほぐし腸の前導運動を促す、全身の血流を良くして腸内環境を整えるという3つの効果です。では続いて3つ目のポイント、毎朝30秒腸活を続けてほしい理由。腸もみ呼吸法と全身伸ばしは最低30秒ずつ毎朝続けてほしいと著者は言います。続けているうちに便秘や下痢になっていた人でもバナナ状の理想的な便がスルッと出るようになります。ではなぜ朝なのかというと、自律神経が副交感神経から交感神経に切り替わるのが朝だからです。毎朝30秒腸活を続けると、この切り替えがスムーズに行われるようになります。朝に30秒腸活を行うことをお勧めしているのは、それが自律神経を整えて腸の働きを良くする最も効率的な方法だからです。腸は習慣を大事にする臓器で、手をかければかけた分だけ健康になってくれます。これが約30年間腸と向き合ってきた著者の結論です。ぜひ毎朝のルーティーンに30秒腸活を組み込んでみてください。では続いて3、医師がおすすめする朝腸活ルーティーン。この章では3つのポイント、腸活タイム、朝食タイム、トイレタイムを作る、朝日を浴びて体内時計をリセットする、朝一番にコップ1杯の水を一気に飲むというポイントを解説します。まず1つ目のポイント、腸活タイム、朝食タイム、トイレタイムを作る。腸活を成功させる鍵は朝の過ごし方にあります。先ほども言った通り、朝は自律神経が副交感神経優位な状態から交感神経優位な状態に切り替わるタイミングです。その切り替えが徐々に行われるのが理想的ですが、朝は慌ただしく過ごすと交感神経の働きが急激に高まり、切り替えがうまくいかなくなります。それでは1日の自律神経のバランスが不安定になり、腸の働きにも影響が出るので注意が必要です。まず朝に排便の習慣を作っておくことが大事になります。腸の健康のため、できれば毎朝30分余裕を持って起きるようにしましょう。30秒腸活をし、朝食をとって、たとえ便利がなくても必ずトイレに座るようにしてください。そのリズムを体に覚えさせることで、自然と排便が促されるようになります。ただし便意がないのに頑張って出そうとすると、交感神経の働きが高まってかえって出にくくなります。無理せずリラックスしていてください。では続いて2つ目のポイント、朝日を浴びて体内時計をリセットする。朝目が覚めたら、まず部屋のカーテンを開けて朝日をしっかり浴びましょう。人の体には体内時計の機能が備わっています。一日の時間の流れに合わせて自律神経の働きをコントロールし、新陳代謝やホルモン分泌などを行う機能です。ただ体内時計の1日の周期は24時間ぴったりではなく、25時間に近いと言われています。腸が正しく働くためには、毎日体内時計をリセットしてズレを修正する必要があるんです。そして体内時計をリセットする上で一番効果的なのが朝日を浴びることです。体内時計は目の奥の視光器上核という部分にあります。その部分が強い光を浴びると体内時計のズレが修正されるんです。体内時計が正しく起動していると、夜に副交感神経が優位となり、腸がしっかり働きます。翌朝の排便もスムーズです。
ですので、できるだけ朝は同じ時間に起き、朝日を浴びるようにしてください。では続いて3つ目のポイント。朝一番にコップ1杯の水を一気に飲む。腸は夜の副交感神経が優位になっている間に消化吸収を行い、便を直腸へ送ります。朝はほとんど働いていないため、スムーズに排便するためには腸を目覚めさせる必要があるんです。そのために最も効果的なのがコップ1杯の水を一気飲みすることになります。なぜ一気飲みがいいのかというと、胃に重力がかかり、胃に大腸が押されて前導運動のスイッチが入るからです。少しずつ水を飲んでいても重力が分散されてしまいます。水を飲むのが苦手な方は2回程度に分けても良いです。また水は冷たくても常温でも問題ありません。そして水を飲むと便が柔らかくなり出やすくなるというメリットもあります。多くの人は1週間ほどで腸の働きが良くなったのを実感しているそうなので、ぜひ始めてみてください。というわけで今回の動画では、1、なぜ年齢とともにお腹の悩みが増えるのか、2、究極の30秒腸活のやり方、3、医師がおすすめする朝腸活ルーティーンという順番で解説しました。今回紹介した本、腸の名医が30年かけてたどり着いたお腹が弱い人のための30秒腸活について、まだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ。ビジネス図書館東京。